フォレスト・カスター・スミスソンは、アメリカ合衆国オレゴン州ポートランド出身の陸上競技選手。1908年ロンドンオリンピックの金メダリストで、ある。スミスソンは110メートルハードルを得意とした選手で、1908年ロンドンオリンピックに出場。同僚であるジョン・ギャレルズとアルビン・クレンツ・レーンが持っていた世界記録にいち早く並んだ。 アーサー・ショーが大会でのライバルであった。当時の110メートルハードルは一般的にはトラックで行われず、競技場の芝の上に特別にレーンを設けて行われていた。アメリカ人ばかり4人が進出した決勝レースはオリンピックの最終日に行われた。スミス・ソンは絶妙のスタートを見せ、ハードルをクリアすること差を広げて行き、世界新記録で2位のギャレルズを抑え金メダルを、 獲得した。レース後に、スミスソンは、暗息日の日曜日に決勝を行うことに対して、抗議するため、左手に聖書を持って走ったという噂が広まった。しかし、このような事実は、当時の新聞にも公式資料にも残されていない。しかし、レース後のスミスソンを撮った写真には聖書を持った姿が映されているので噂が広まったと思われる。実際、 スミスソンは大変信心深い人間であった。ありがとうございます。